片岡です。今日はですね、きまもりっていうお菓子を作ってみたいと思います。きまもりっていうのはですね、わざとあの柿の、まあ、柿の実なんですけれども、柿の実をですね、わざと一つだけあの残しておいてですね、まあ、来年もよく実るようにっていうですね、一つだけ残しておく実のことを、まあ、きまもりと言います。まあ、あの鳥のために一つだけ残しておくんだっていう説もあるみたいですけれども、まあ、木守りというのはですね、まあ、主に柿のことを言いますけれども、柚子とかカボスとかにも、木守りという言葉は使われるようですね。木守りとか木守り柿とか、まあ、そんなような木守り、小守りとかとも呼ばれるみたいですけれども、まあ、普通はですね、木守りって言いますね、はい、ではじゃあ今日はその木守りを、作ってみたいと思います。はい、ではですね、まず、この材料からいきましょうかね。まずこの橙色が 12g、 白が 12g、 でそして紫と白がそれぞれまあ 0.5g ずつぐらい、まあ、大体ですね。そして茶色がまあ一応 4g 用意しました。そして中あんが 13g で、まあ、本当にこの橙と引き茶色、少しちっちゃいやつですね、はい、では、作っていきたいと思います。まずそうですね、まずこれからいきましょうか、ね。紫を伸ばして、白も伸ばして、これ合わせてくちゃくちゃっとこうこねてですね、適当なところで、あまりすべて混ざらない程度のところでですね、また細く伸ばして、雲になります。まあ、ちょっと使えそうなところをですね選んで、はい、そして、オレンジ、オレンジに、まあ、オレンジもね、完璧にあのちょっとまだらなところ残してありますね。その方が夕焼け空にいいんじゃないかなと思って、まあそうだね、まあ、ちょっと選ぶの難しいですけどね、場所ね、まあ勘でやっていきましょう。ね、こんな感じにしましたね。そして、次白、白をもう貼り合わせて、そして中餡を包みますね。ちょっと割れてしまったところを指でなでつけて、はい、そしてですね、平板に当てますね。ね、そしてですね、茶色練り切り、ちょっとちぎって
枝を作りますね。木ですよね、木。木だからちょっと細めがいいのかな。ね、なんか木も難しいですよね。木も難しいですよね。なんか木じゃないみたいな。まあいいか。あまり深く考えずやっていきましょう。ね、そして、細い枝、細い枝も作ります。はい、そして軽く焼いてみましょう、これね。はい、ちょっと固めるぐらいな感じでね、焦げない程度にやったほうがいいかな。ね、これを上に乗せますね。こんな感じで。この枝の先の方につけて、はい。そうだね、こんなもんかね。ね、ここにつけましょう。はい。できました。ね、はい。はい、木守りできましたね。来年もたくさん実がなりますようにということで木守りでした。はい、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録をお願いします。そしてこの動画がいいと思った方はグッドボタンを押してください。ありがとうございました。